が1両目と2両目の車両のドアの上にございます。オレンジ色の電光。はい、すいません。家電的なもの。家電ですか。はい。どうぞ。
お疲れ様でした。ありがとうございます。そしてお久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。浜松で飲んでます。久しぶりです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。クラブミレア、ももちゃんです。ももです。もうすぐ引退の時期となりました。そうなんですよ。もう残念ですね。もうすぐ引退したいんですね。1月14日をもって、クラブミレア卒業と同時に夜食を引退させていただくことになりました。ももです。今まで2回都市チャンネルの同伴シリーズに出演してくれて貢献してくれてありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ本当にいい経験させていただきました。でこれからお昼の仕事を始められるんですか。そうですね。一旦昼間に戻って。はい。まあその間はまだちょっと時間があるから、まあ多少ゆっくりできるって感じです。うん。多少ゆっくり、しばらくニートします。貯金で。まあ今まで稼いでね、そんな稼いでないけど。お金がっぽり貯めてるでしょうけど。もうカツカツだけど毎日。まあ僕よりは間違いなく持ってるでしょうけど。いや多分持ってないと思う。貯金って言葉知らないんであんまり。じゃあこれからの人生はかけながら応援してますので。ありがとうございます。私も応援してます。幸せになってください。結婚でもおめでとうでもないですからね。僕がねあと20年ほど若ければプロポーズしてるんですけど。待ってたのにな。前回の動画で、はい、アリっていう一番初めの動画で覚えてますか、はい、候補、なんか私のものを言ってくれる人。ああ、なんかそんなようなこと言ってたような記憶が。条件が合ってるからありって言ったんだけど、はいはい、20年若かったらか。はい。じゃあ私今から20歳老けてきます。娘なので。確かに年齢で言ったらもう、はい、じゃあこれからも頑張ってください。ありがとうございます、はい、どうも。何年間でした。2年半ぐらい勤めさせていただきました。2年半どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。皆様もありがとうございます。浜松で飲んでました。ありがとうございます。
浜松クラブミリアももちゃんでした。ありがとうございました。今後のもももよろしくお願いします。昼間の人間になるけど、あの一般人になっちゃいますけど、もう夜はチンパンジーじゃないよチンパンジー一般人って言ったんだよ、誰もチンパンジーって言ってないあのもう夜は会えませんけど、あの昼間どこかでお見かけしたら、はい、ぜひ、まあ、声はかけたら迷惑なんですけどかけながら応援してください。お願いします。頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございました。これからトシチャンネルも引き続き見てくださいよろしくお願いします。よろしくお願いしますThank you.
ー